はい、それではスイングバイセミナー、えー、第ツールボックス編の第3回目です、えー、社会保障制度に関する基本事項の横断ということで、えー、これから、まあ、過去皆さんが勉強したことのある、えー、社会保険労務士試験の対象となっている法律ですね、えー、保険寄付だとか、えー、そういったところを取り外して 通則事項だったりだとかね共通するような部分を横に切っていきたいというふうに思いますもうずばり横断講座ということですねまずは横断をやっていこうというのは、まあこのゼミのねこの3回目以降の趣旨ということになりますではまず講義内容を確認をしておきますテキストはこのツールボックス編の2の方のテキストということになりますね で今回はこのうち第1章の労働社会保険関係処方の立法の趣旨等と,というところですね。 1> 第1節の、ここはもあっという間ですけどね、ページ数でいけば、労働、社会保険関係、処方の相関関係をえ外観するということですね、首相の言い方で言ったら、俯瞰しようというようなことですね、えらいこだわりますね、第2節、労働、社会保険関係、処方の目的及び基本理念ということで、ここから一気にね、横断入っていきますま、今回は多分労働基準関係でのみということになろうかと思います。 えー、各法令の立法の趣旨、まあ、私この立法の趣旨すっごい大事にするんですけど立法の趣旨および目的を比較しながら相関関係を組み立て本試験攻略の脳内マップを作成しようということでねもうこれはもう毎年恒例でねこれ皆さんにお伝えしてるんですけどまさに ををしししててていいただきま脳内マップを作って欲しいわけなんですよね、まあ、私がよくあの講義の最中に突拍子もないことをパパーンと言っていくかもしれませんけれどもそれっていうのは全部つながりがある,あるわけですよね関係ないこと僕は聞いてないはずなんですよ。このキーワードといえばこれというねいわゆる芋づる方式で知識を出してほしいわけなんですよね。 縦割りでやってて横のつながりがないとなかなかそれを引き出すことができないんですけれども、まあ、あの首相の名前を出してみたりだとかいろんな手をやってもそれを響く人もいれば関係ない人もいたりとかするわけ人それぞれやっぱりね紐付けっていうのがあって何かきっかけがだっと出てくるとこういうような形でね効率よくやっていただきたいと思っているわけなんですよねえですからまあこれから横断やっていこうということです。えー、それでまああの 今日第2回目の講義ですかね、まあ、生講義では午前中の講義の時にもちょっと申し上げましたように、えー、私のゼミの、えー、受講されている方が180というようなことでですね多分あのー、まあ沢井先生なんか相当ね、あのー、いらっしゃるからどうなんか分かりませんけどもかなりのやっぱり、あのー、受講生の数ということになるんでもう私も気を引き締めていかないといけないなというふうに思ってるんですけどね。あのー 今回なんか先ほどね聞いたら東京から今日はねあの 通信の方でもあの通信というか、ね、遠方の方でもあのもしできることであれば通学で申し込んでいただくとあの3日遅れぐらいで、ね、編集していない、まあ、この間も、ね、あの第1回目の講義で、えー、吸った問題があったわけですよ <laughs> あれテキスト違うじゃんって格納しているところにね。あれと思って、ね、もう完全に違うんだったら気付くんですけど、ね、せつ立てとあれ,を,あれを,あのをちょっと変えただけぐらいだったら私も気付いてなくてあれとか思ってね <laughs> えら、ーえー、いことがありましたが、まあ、そういったのも、ね、リアルに楽しむことができると <laughs>、えー、いうようなことで、ね、裏がよく見えるんじゃないかと思うんですけどね。えーまあ、ということで、えー、通学で申し込まれたらいいですよ、えー、なんていうことを言ってたら今日はなんか池袋の方で、ね、なんか申し込まれたのかなでこちら、えー、泊まりがけで来ていただいたようですけど早く行っていただければ、ね、お土産の一つぐらい、ねえー、用意をしたんですけどあ残念やなみたいな感じでね。<laughs> えーまあ 大阪おいしいものがいっぱいあるからねあれですけど、まあ、東京に行って僕絶対食べられないものといったらうどんなんですよね。い <laughs> っていいのかな <laughs> まうまいわね。<laughs> うどんなんかねやっぱり黄金色の出汁っつったらこれ関西じゃないかなと思うんですよね。まあ、もちろん四国なんかでもね、えー、いいんですけどあれはちょっときじょうということでやっぱりあの繊細な出汁の味ということで本当だったらあの道頓堀のね今井の本店でも行ってもらうといいとは思うんですけど時間の関係とかもあるんだったら新大阪の中にも一応。 フードコートの中に今井さん食べれるところが確かあったと思うんでねそれもありだしお土産で持って帰るのもありかななんて思うんですけどえそうかと思えばですねまあ今日まではご出席いただいてますけどいよいよもう次回から東京転勤という方もおられましてですね一緒に行かれるのかな <laughs> 全然違うわねあのそういったまあ 毎年ね若干いらっしゃるんですけどね講義の講座の途中で転勤とかいうのねえまあえ環境が変わるとちょっと慣れるまで大変かと思うんですけどねぜひあのこの工藤ゼミの一員ということでえ来年の試験に向けてえ頑張っていただきたいと思いますえその合格をしていただくためにいろんなその私がえ知っている知識だけはもう皆さんにねえできる限り 惜しげもなく伝えたいと思っておりますんで、ねえー、教材も本当、えー、いつもねじり鉢巻きで作っておりますやっぱりね今日もちょっと何かご指摘いただいてるんですけどミスプリがあったりだとか、まあ、してるんですけど、えー、寛容な心で受け入れていただいてです、ね、それをまたあのここ天、まあ、と地がひっくり返るようなことはほとんどないとは思うんですけれども、あのーえー、訂正とかねそういったところに、ね、反映をさせていただき、えー、行っていきたいというふうに思いきます。 さあま,あまさにねこの「スイングバイゼミ」の真骨頂があのこのツールボックス編ということなんですけれどもその中でもこの今から勉強するね第2編の社会保障制度に関する基本事項の横断という部分につきましては。 直前期にね横断学習ななんんかやったったてあんまりダメなんですよもう今からやっといて最初に横切り縦切りやっといてある程度のあの目見をつけながら勉強していかないと効率非常に悪いですよね。僕も初めて勉強した時にあの初年度の時はもう横断講座なんかもう受けなかったのかな。なんかかとにかくあの 論論文って言いますすかあのあの論述ですね、えー、それは専門にあの集中してやってたような気がしますけどねいろんなタイトルで、えー、模範解答みたいなのが示されるそれをこう書き写して覚えるっていう感じでねだからまあ当時そうですね論述の頃なんか,かあの人間が手でこう丸つけするわけですけれどもあの当時でいけばね論述はもうそれしかないですからいやあ同じ文章ばっかりやなと思って自然 審査される方見てたんでしょうね。オリジナルで書く人はそう多くなかったんじゃないみんなも模範解答を覚えてそのまま書くっていう感じああ、これ O さんだよね。これ L さんだよね。とかね。これ T さんだよね。とかね。もうそんな感じでやってたんじゃないかと思って。そこまでいけなかったんですけどね。何年か経って横断講座を受けたんですけど。 その時にねもう本当にねなんで早くやってくれないのと今までこうやって覚えてたのにここ共通性があるんだってもうそれで最初からそうした時は良かったじゃんとか思ってなんか今までの勉強を否定されてたような感覚があったりとかして効率的じゃないよねみたいな感じがしてたんですけど私はもう最初に持ってくるというねえ手法にしております。 まあこれも私のゼミ出身の方でまあ社労司会とかでお会いしてあ工藤さんとこの講座出てた私もそうだったんですよという人とお会いすることになるんじゃないかと思うんですけどまあその時にえこのねテキストの図だとかいうのもえ10年ぐらいも使っておりますのでねえ話がえ合うんじゃないかなと思うんですけどね非常に私のところはあの登録をされている方が多いですからね、え。ー そのうち某大手を <laughs> 抜いてえ右見ても左見ても工藤さんとかやねってところで私工藤さんって本,本物見たことないんですけどっていう人が若干こう現れてくるかもしれないね他行の人とか僕のこと全く知らないからねでそれをどんどんなくしてあの右見ても工藤さんの知ってるっていう人がね増えてくれたらいいんですけどねその頃には私もね田舎にこもって何か他のことをやってみようかなと思っているんですけどね大体いい人間には一通り役割っていうのがあって、えー、多分 一定のところで、まあ、僕の役割はこの辺かなと思ったら好きなことをやろうかなと思っていて、ねまあ、とにかく今母親にお願いしてるんですけどねあの山のがあるんですけどちょうどいいとこ見つけてるんですけどね、えー、イノシシも時々出るかもしれませんけどいい道路ができてるんですよ写真もあるんですけど写す必要もないんですけどねスタジオ建てたいんだなここにスタジオを、ね、ここに建ててもうすんげえ音量で。 やろうかなというようなね感じの計画があるんですけどねそうかと思えばもう今日は楽器やりたくねえなと思ったらあの松添さんじゃないんですけど私も書道がねすごく好きでねあの書道をやりたいななんて思ってるんですけど若干アルコールが切れてくると手が震えるもんですからちょっとここら辺が支障があるかなというようなね、えー、感じなんですけどねだからまあ生活習慣病なんかも今日やりましたけどね規則正しい生活が大事っていうことで私も規則正しく夜5時になったらアルコールを 収入するというねこの規則正しさは大事ですよね途中で途切れると鍛えられなくなりますからねこれで鍛えてるんですけどまあそろそろね。えー もう年金までカウントダウンでいったらもう10年を切るぞというような感じですからね。えー、で、あの、個人年金とかでいろいろやってるやつをこの間もね、こう見てて、うん、これでだいたい月々こうなるなぁとか思ってですね。あとはもうトランプ大統領が当選してさえいただければアメリカ経済は万全でしょうから、もう今アメリカ経済めちゃめちゃいい状況ですからね。あのー、そちらの方もなかなか絶好調というような感じで。 下がる前にちょっと1回生産していやなんか好きなことやりたいんですけどね、まあ、それまではもう皆さんにね惜しげもなく私が知っている範囲をね絶対語呂合わせで覚えあの、えー、合格してこういう指導をやっているような人にはできないことをやりたいと思ってますんでねさあいきましょう。 まず、この労働・社会保険関係処方の立法の趣旨と学習の狙い、第1編で社会保障制度の成り立ちや意義を学習したが、これらを具体化したものが労働及び社会保険に関する各法律であると、第2編、第1章では労働基準関係の法律も含め、 労働社会保険処方の目的及び基本理念を学習すると各法律の目的条文や基本理念を読み込み理解することによってその法律の性格や他の法律との関係や立場の違いといったものが見えてくるとそうなんです各法律はね立場っていうのがあるんですよね特に初学の方なんかは労働基準法ね一番簡単な、えー、法律ですわね法律的にいけば、えー、そこを勉強するとそうするとまあ、えー、分かりやすいもんだからスッと入ってきてまあい,いろんな疑問とかも出てくるんでしょうけど なんでこれはこれで OK なんですかおかしくないですかとかいうような、ね、意見がやっぱり出てくるわけですよ誰しも私もそうだったんですけどねでもそれってのは法律の立場があるからそこは限界点なんですよ。だから老朽法的にははここまでですけどあとは 世の中労基法だけで世の中仕切れてるわけじゃないんですよ民法もあれば、ね、男女雇用機会均等法もあるし、ね、最低賃金法とかもあるし他にもあるんですよということで、ね、役割分担というのがあるんだとその法律の限界点というのが、ね、やっぱりあるわけですよねそこをやっぱり意識しながらいかないといけないということなんですよね。 えー、他ののの法律とと関係や立場の違いといったものが見えてくるとえ何、ー、回の条文であってもその法律の正確さえ骨太に理解しておけば解釈がしやすくなるということねだからいきなり細かいところに入るというより骨太が大事なんですよとまああのー、私自身は、まあ、皆さんから見ると細かく見えるかもしれないけど一回とね荒っぽいんですよもうとにかく荒々ポンポンポンとまあ大体このぐらいでいいんじゃないのというような感覚なんですけどね。だからやっぱり骨太に押さえとけば ちょっとその細かい条文まで私知らないんだけれどもこの法律の性格からいけばそれはありえないんじゃないとかねこういうことじゃないのってある程度の仕分けはできてくるはずなんですよね。本試験では見たことのなないようなやつがようがく出てくるわけですからそういった時にやっぱりこの、えー、いわゆる地頭みたいなのがねあの役に立ってくるわけ。 また社会保険労務士試験において目的や基本理念を謳った条文は選択式として出題されることが多くそこで失点するようではならないということねもう目的条文なんかで失点してたらダメですよと平成28年でしたっけえー雇用保険法の目的条文が出てるんですよねまあこれ蓋を開いてみたらなんかえらい点数が悪いわけですよ全国的なえ点数でいくとね受験予備校とか通っている人はそうでもないと思うんですけど。 あの目的条文で点数が取れないなんてありえないというのが正直なところなんですよねもうとにかくあの合格講座の方に対して労働一般常識の講義収録が昨日から始まってたんですけれどもねその中でも私小学の方に言いました目的条文は全部抑えましょうとただしいっぺんにそれを全部覚えようというのはやめてくださいと無理に決まってますとその時はやってるから覚えてるんだけどすぐ忘れますとそうじゃなくってとにかくバームクーヘンみたいにもう 回想が大事なんですよ1回目2回目とこうねとにかく1回目というところでいけばこの法律のキーワードはこれがどうも一番重要そうだからこれ覚えておこうっていうねこういった覚え方でそれを少しずつ増やしていけばいいわけですよね。例えば、えー、もうちょっと示しちゃうけどね一番前の方にね「同一労働同一賃金法」っていう法律があるよね「あの法律、ね、目的条文皆さん頭に浮かびますか?」って言ったら多分ほとんどの方が浮かばないと思うんですよ。でも1つだけキーワーワドを言ってねと 言った場合にははこのの葉は出てくるんじゃないのかないかとつまりこれが格論が分かってるかどうかっていうことなんですよこの法律を作ったねどう <laughs> すごくハードルの高いとこをわざと振ってみたのよドイツ労働ドイツ賃金法このキーワードってやつでも君だったら僕が答えたら「ああそうやった!」ってすぐ反応すると思ういや反応しなくてもそうやってリアクションしたくらいからセーフやからねいくよ 格差ですよそうだよよね格差のの固定化につながるのがるとといいうううやつなんですよそういうことだから、えー、朝から最高裁の判例とか言ってでしょそこだけ見てからどうのこのジャッジしたって始まんないんですよ国がやろうとしてる同一労働同一賃金との関係があるって本当分かってんのって話ですよねあの解説とかやってる人も同一労働同一賃金って何なのかと格差の話やってるわけですよ格差の話をね。はい まあだから目的条文でもね全部覚えろったって無理なんですよでもこの法律においてはもうこれだよっていうキーワードをまず一個ずつ押さえていくっていうかねこういったのは非常に大事よ。まあ、介護保険なんかもいっぱいいろんなのありますけどやっぱり最近付け加えられている尊厳とかねこういったのは非常に大事なねところになってきますからねそういったのを意識するっていうことですよね。 この章では重要な労働社会保険処方の目的及び基本理念を謳った条文を横断的に学習することにより各法律のつながりなどがイメージできるようにしていきましょうということではい次のページこれがお約束のねあのずっということになってくるわけなんですけれどももう何回か書き換えよう書き換えようと思ったんですけどこれはこれでね 私なりに愛着があるもんですからずっと使っているような、えー、状況です、えー、ここに書いてある、えー、法律の名前というのはまさにこれから皆さんがね、えー、社労士試験を受けるという上において非常に重要な意味合いあの あの失態のね可能性の高い法律ということになるわけですね。まあ、それがまこの最初に作った時の気分、途中で一回あの他のいろんな法律ができたんで書き換えをしたことがあるんですけれども、気温は変わってませんけどね。いろんなところに配置されていると接点があるのもあればわざとくっつけてないところもあるとこの関係を言えるかどうかっていうことです。これが脳内マップと言ってるわけですよ。だからこれがだいたい意図するところが分かってくると工藤さんの話が 雑談じゃなくってあ横断に入ったなというところが見えてくるわけですわ。ね、それを作って いいきたいとというここでまずこれをね取り上げているわけね今から3年か4年ぐらい前の講義だったかなここだけで確か3時間近く喋ってたということがあるんですよねもう自分で好きなペースでやってますからえ私は請負い契約ではございませんのでね委任契約ですから最善を尽くせばいいんです最善尽くしたんだけど最後のページまで行きませんでした「ごめんなさい」でも別に構わないんですよで結果として合格者出てるわけですから別に問題ないじゃんみたいな感じですからね最善を尽くしましたよっていうことでね。 えー、まあそれだけね、多分これあの、あの時も言ったと思うんですけどね、あの時間厳守のね、沢井先生なんかを見るとね、ありえねえってことか絶対思うだろうと思うんですけどね。まあその他、えー、若手の先生なんかにね、意地悪かもしれないけど、これで3時間持つっつってから言った場合、持たない可能性があるんじゃないかと思うよね。これだけでも、おいいですよ、3時間喋りますよっつってね、セミナー依頼が来た時に、パッとできるぐらいね、仕込んどいてほしいですよね。どっから行こうか。 いつも労働基準法から入っていくんですけどね今回もそうしましょうかはい、えー、ここでの、えー、論点なんですが課題ということで1から12の接点の意味を考えてみましょうといろいろあるとは思うんですねであの隣のページに、えー、回答とあるんですけどこれ空欄ですねあの以前ね答えはないのかと言われたんですが私がしゃべってることは答えです何でもかんでも活字というものをね求めてはいけません自分で考える 自分なりの表現をする。これじゃないとダメですよ。ね。そういう考えるというね、力がないと、えー、ダメですよね。そうすると、まあ、労働基準法から行きたいんですけど、まず質問その1です。これよーく見ると、黒く塗りつぶして、まあ、白抜きに書いてある労基法、最低賃金法、賃金支払い確保法、労働安全衛生法とあります。何なんでしょうそういうことですね。はい。 まあ、多分マイク拾ってないと思うんで <laughs> 他の教室の方あるいは、えー、広島の方とかね名古屋とかいかがですか仙台とかあ仙台はお一人やからねあんまり聞くとあれかもしれませんけど今ね一番前の方はお答えいただいたように行政取締法規としての共通性があるわけですよ罰則持ってますよということですわねえ6書動くよという話なんですよここどこにも文字はないんですけど色でこれ表現してるわけですよ私ね ですからこれらの法律には、えー、あるこう条文があるの、まあ、こ,ういうこの聞き方はちょっとあまりにも、ね、ざっくりしすぎだと思うんですけど、えー、行政取締法規ということである共通条文があるんですけどななんだと思うこの質問はやっぱ難しいかな。 いやこれらの法律についてね、まあ、最低賃,金あ最低賃金支払い確保法はちょっと違いますね、ごめんなさいね、えー、最低賃金法と労基法と労働安全衛生法においてはです、ね、この法律の違反があった場合に行政機関に申告することができますよとするようなね、えー記事えー、条文がね、存在したりとかしますね。じゃあ、労基法から、えー、いきます、労基法、その上に労働者派遣法がありますよ ということなんですけれども、えー、これの関係は一体何なのかということですね、ここは別に番号振ってません、理由は簡単です、スペースがなかったから、打ちようがなかったというだけのことですね、派遣法と労働基準法、もしよければ条文番号で言っていただいても結構でございます、正解、44条です、労基法、派遣法、どっち派遣法そうです、派遣法の44条。 なんかす何にも喋ってないのにパンパーンとこう来ますからねそうなんですよそうこなくっちゃいけませんよこれぜひねちょっとね他見ていただきたいんですけどね何やってっかっつうことねそうなんです労働基準法っていうのは使用者と労働者この関係労働条件についての最低基準を定めてこれを履行させるために労基法っていうのがあるんですがあくまでも規制対象は当事者は使用者と労働者です一方昭和54年からえー スタートをし始めた派遣という業態ですね。えー、こちらがどんどん多様化していく中でもうこれは昭和あのー、今の法律の枠組みでは収まらないよねということで昭和60年に派遣法を作るという形に至ってくるわけなんですよね。そんな中派遣法というところでいくと雇用関係については派遣元にあるわけですよ。でも指揮命令は派遣先にある。 具体的には派遣先が休憩を与えなかったりとか、えー、労働時間を延長を勝手にやったりとかするということが起こってしまうわけですねその時に労基法は取り締まりができるかってできでいんですよ。当事者同士、あの労働関係の当事者とは言えないからそこで労基法を歪めるとややこしくなるから派遣法をその場面における特別法として派遣法44条あるいは43条において 派遣労働者についての、えー、派遣先にね、むしろ責任を問うた方がいいだろうというような、えー、労働時間や休憩、休日関係等については派遣先にも責任を負わせるんだとするのが、えー、この労働者派遣法との、えー、一番大きな接点ということです。すなわち、えー、そういった使用者という立場関係に行くと派遣法というのが労基法の特別法として存在するということですよね。はい。 で次にこの図を見ると労働安全衛生法と派遣法がくっついてますね。で4番と書いてますよね。ここはスペースがあったからここに入れたというような感じなんですけれどもえっとちょっと考えてみてくださいここ何なのかなということですね。はい。ここでワンツースリーで考えて出てくればもうね分かってるし出てこなかったらずっと考えても多分出てこないから時間の無駄になっちゃうからね。 例えばどんなことここはやっぱり私も聞きにくいんでね。そう、派遣労働者の労働安全衛生法の適用に関する特例規定なんです、43条なのかな、ここがね。例えばね、例えばこういうことです。もし過去レックの、えー パーフェクトシャローシだとかねまあ私のゼミのテキストとか使ったことがある人がいれば、えー、テキストの一番後ろ側になるわけなんですけどそこに表が入ってるはずなんですよねそのことを言ってます例えば例えばですよ派遣会社において派遣会社において雇入れ時の教育だとか変更教育とか、えー、やりますよとか衛生管理者を選任しないといけないといった時にまあ 衛生管理者だったら50人以上とかいうことですよね人数要件は派遣先で見るんですかそれとも派遣元で見るんですかなんて言ったときに派遣労働者の特例の取り扱いがあるわけなんですよねそういう関係でここに入れているということなんですよね例えば、えー、何でいきましょうかね雇い入れ時の教育は派遣元派遣先どっち これははもう,迷う必要はないよね雇いレジですから派遣先は雇ってませんからね派遣元しかありえませんということでねそれに対して変更教育はどちらもあり得るとかねいうようなことですよね、えー、そのほか、えー、衛生管理者50人以上で選任しないといけないよと例えばうんと派遣先の方の人数が48人でした。 48人ですそこに派遣労働者が5人来ましたよと言った場合衛生管理者を選任しないといけないかどうかとかいう話ですわ。選任しないといけませんね。そんな身分なんか関係ないとかそこに人が集まればインフルエンザ広がっちゃうわけですよ。でしょいや君はあの派遣会社の人間でうちと違うから君のウイルスは僕には移らないよってことないわけですよ。関係ないわけですよね。だから、えー これはごっちゃにしてやりますよっていうかね、いうような感じで。まあ、いっぱいあるんですけどね、その他ね。まあ、そういう接点ということであるんだということ。もちろん、安永法と老基法の接点はわ、えー、かりますわね。もともと老旗法の中に、えー、労働安全衛生法というのがあって、まあ、これが、えー、分離独立をしていったよというような、えー、形になっていっているということですよね。えー、それから、労働安全衛生法と、 え過労死等防止対策推進法とかね労基法それから労災保険なんかもねえ関連してきてますけどもうまさにこの辺はわかりますよね過労死等防止対策推進法がなぜここに位置づけられてるかいろんな労働時間関係の規制の問題であったりえこの過労死等によってなくなったり。 えそれからえ倒れられたりとかして障害になったよといったような場合業務上災害と認定をされてくるというようなことになってくるわけですね当然ここに影響がありますよというようなねえことです労働安全性法え今日の午前中もちょっと触れたかと思うんですけどね過労自殺をした人がいますよといった場合にそのえ過労労働者の健康状態を把握しておく義務っていうのは派遣もえ先に、えー もあのごめんなさいあの今派遣労働者って言いますね派遣労働者じゃなくて労働者の健康状態ですね、えー、これを、えー、把握するのは当然使用者側の責任としてあるわけですねこういったのを謳っているのが労働安全衛生法であってその結果まあ過労死等につながらないようにしたりとかね、えー、しているというようなことですね非常に関係が深いよと、えー、いうことですねで労働安全衛生法と えー、労災のところ、まあ、11番という形になってますけれどもここでの設定はこれは一番簡単の一つだめ今度はだめもうちょっとハイレベルな時に聞くことにつくからねなここは何もう毎年恒例行事だから言おうかレインボー二次健康診断というやつですねここは二次健康診断一次健康診断なければ二次健康診断ないということですわね だからまあコロンブスの卵というね話がありますけど何や言われてみればそ,あのそういうことかとかいう感じになると思うんですけど自主的に出てこなかったらだめなんですよね人に言われて気づいたら2番戦時ということになりますからねそれからちょっと下に降りちゃうけど労災保険と賃金支払い確保法これは割と分かりやすいよね12番という接点があるんだけどうんこれは 未払い賃金の建て替え払い事業というのは労災保険の社会復帰促進など事業として行われているわけなんですよねここに接点があるよね。という感じですよね。 まあもちろん、労基法と労災保険は接点終わりですよね。労働基準法の第8章における災害保障を保険化したのが、労災保険ということで責任の代行をしてくれるということになるということです。また、労働基準法と最低賃金法はもちろんね、委任規定が置かれておりますので、当然つながりがあるよということになります。そして、労基法とパートタイム有期雇用労働法、ここにも接点がございます。 具体的にはどんなところで接点が出てくるのかまあ、例えばこういうのがあるよとかそうですね就業規則作成変更の時に関連がしてきますよというようなねことですよね例えば労働基準法において89条90条あたりに就業規則に関する規定があるわけですけれども就業規則上位10人以上のところが作成しましたよと だこれを届け労基省庁に届け出ないといけないわけですけれどもその際には、えー、意見書を添付しないといけないわけですね過半数代表者の意見を聞くということになるとこれは確実に行わないといけないということなんですけど例えばパートさん専用の就業規則あるいは有機雇用労働者専用の就業規則を書き換えるということになったといった場合でもこれは全体として 89条の就業規則という捉え方をしますから当然にその事業所全体全然関係しないいわゆる正規の職員さん社員さんたちも含めた過半数の意見を聞くということになるわけでもそうなってくると当事者の意見が通らない可能性があるわけですねその過半数代表者にその人がなるとは限りませんからね。 そこでそれを補う観点からあくまでもパートタイム有機雇用労働法というのを基本的な理念は努力法ですからここに規制をかけてしまいますとパートさん仕事を失う可能性があるというようなところにつながっていきますから基本努力法なんですけれどもその就業規則このパートさんや有機雇用労働者に関する就業規則の作成とか変更を行う場合においてはこれらの方々の過半数の代表するものの意見を聞くように。 語尾が大事でですすすよね勤めるるものととということですさっき僕ヒント言ったじゃん努力法ですからこれきつくやっちゃうとパートさん職を失うよという話ね、まあ、今回の最高裁判例なんかもそうですけどあんまりきつめにやっちゃいすぎると一気にやってしまいますと、えー、逆にそういった方は仕事がなくなるというところねあの黒猫大和さんみたいにねすごい余力があるところはもう全員正社員に取り入れて。 入れるとというようよなことを何年か前に確かされたと思うんですけど、ね、そんなところもありますけどねそうじゃないようなところもありますしまあいずれにせよねああいった、えー、法律っていうのは最低限の話ですからねそれよりもよくしていけば全然問題ないわけですけどね、はいまあ、ちょっと話横にそれましたけれども、えー、こういうことですねだからパート3も最低賃金法との関係が当然出てくるというようなことですよね。はいじゃあ上行きます